カゲラ州の位置カゲラ州はタンザニア北西部の州である。南東部にムワンザ州、南部にシニャンガ州、キゴマ州、西部にブルンジ、ルワンダ、北部にウガンダと接している。国内で3カ国と接する州はこのカゲラ州だけである。また東部にはビクトリア湖に面している。 面積4万838平方キロメートル、人口200万3888人、州都はビクトリア湖を望むブコバである。ドイツにより、タンガニーカが植民地化され、この地も植民地に組み込まれた。第一次世界大戦後、イギリスはドイツからこの地を引き継ぐこととなる。カゲラ州は、かつて、ウェストレーク州と呼ばれていた。1979年、 当時恐怖政治を行っていた、隣国ウガンダのアミン大統領は、ウェストレーク州を併合することを試み進行してきた。これに対しタンザニア軍は、逆に、ウガンダに攻め込み戦争に発展した。この後に州名を変更している。州名はブルンジを源流として、ルワンダとの国境を流れビクトリア湖へと注ぐカゲラ、川から付けられた。カゲラ川は、 ナイルの源流の一つである。約五世紀の間、この地域は9つの王国と非常に階層的な社会を持っていた。それはコーヒーが換金作物として導入され、バナナが主食となった時期であった。当時女性は男性より劣っていると考えられて奴隷として扱われた。王は精巧な宮殿に住んでいて、彼らの王国の神への直接的なリンクとして尊敬された。 タンザニアが、その独立を得て、ニエレレ大統領が、全国的な統一を進める中、これらの王国は廃止された。これら9つの王国名は、キハンジャ、カラグエ、キジバ、ミセニエ、ブガボ、カムトワラ、イハンギーロ、ブカラ、ビハラムロである。カゲラ州は、ルーテル教会が、海外布教を行った、最初の地であると考えられる。また、この地域は、 ローマカトリックなどの影響も建築物などに色濃く残っている。ありがとうございます。